皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはビレッジ戦略というテーマでお届けいたします。弊社は工務店、住宅設備関係、そして自動車関係のクライアントが非常に多くいます。つい2、3日前のことでした。ある工務店のクライアント先でこんな話を聞きました。そこの社長が、いや長谷川さん、ビレッジ戦略というのをわかるかね?という質問を私にしてきました。ビレッジ戦略、今まで聞いたことのない名前でしたので、私は一体それは何ですかと聞き返すと、その社長はですね、待ってましたとばかりに資料を持ってきました。その資料を見てみると、先日、ビレッジ戦略のセミナーにこの社長は参加されたそうです。そのビレッジ戦略とは、工務店が採用する、新しい集客の戦略だというんですね。簡単に言いますと、工務店といえば、一般的に考えるに、新築の家を建てる、リフォームをする、そしてちょっとした小工事、例えば、建具の建て付けが悪いだとか、あとは何でしょうかね、床がね、ちょっと傷ついたとかね、あと庭をちょっと整えたいとか、ちょっとした小工事もやります。しかし、人口っていうのかな、やっぱり少子化の影響でですね、年々新築住宅は建築が減っています。そういった中、5年後、10年後を考えるとですね、市場の縮小はもうどうしようもない事実です。これは自動車業界も同じです。では、どうやって新たなお客さんをですね、集客していったらいいのかという、その答えがこのビレッジ戦略になります。工務店というのは基本的に木の、家を扱います。まあその他ですね、家具類も扱っている工務店もあるでしょう。そういった中で、例えば工務店という建物があります。で、ショールームを持っている工務店さんもいっぱいありますので、その一角にですね、カフェを併設したり、そして小物類を集めた雑貨店を併設するっていうんですね。要は工務店にカフェとか雑貨店を付加していって、家を建てたいとかリフォームしたいっていうお客様ではなく、とりあえずお茶を飲みに来てカフェを利用してもらって、その工務店を知ってもらう。または雑貨を買いに来て、工務店を知ってもらうとかね。雑貨を買いに行って、カフェを利用してもらうでもいいんですけども、要はですね、その工務店のところに来てもらうっていうのは非常に大事なんだと思います。これで思い出したのが、九州のある自動車整備工場がリーマンショックの時に非常に業績を上げました。でその時使った手法というか、ビジネスモデルがですね、自動車整備工場なんですが、その整備工場はですね、こうスペースをね、持ってたらしくて、そこで、いろんなカルチャー教室だったりとか、セミナー、講演会などを頻繁に開催したそうです。その講演会とかセミナー、カルチャー教室のテーマは、当然のことながら女性をテーマとしたものなので、そこにはいっぱいたくさんの女性がやってきたそうです。そこでですね、自動車整備工場に行く機会というのは、そうめったにはないので、女性が来れば、例えばオイル交換の案内をしたりとか、車検の案内をしたりとか、いろんなことができると思うんですね。とりあえず来てもらうということから、何か、新しい売り上げを作るための突破口をそこに見つけると。このような戦略だったわけです。結局ですね、ビレッジ戦略も同じような戦略と考えられると思っております。このようにですね、本業だけではもはや集客、新規の獲得が難しくなっている昨今、全く関係ない業種とも言えるでしょうね。現業にそれをプラスして、とりあえず、店、
または事務所に来てもらうという戦略を採用する動きは今後ますます加速するのではないかなと思いました。皆さん方もですね、本業に何か付加する新しいビジネス、集客の装置はないかということを考えてみてはいかがでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。